ではですね、これから桜井優希さんのプレゼントを梱包していこうと思うんですが、買った段ボールがねでかすぎたので、招き猫さんやミルキーさんはですね、なんか自分で切ったり貼っつけたりして作ったんですけど、ちょっとあまりにもね完成度が低かったので、もうあのナイキの靴の箱があったので、これにちょっと入れさせていただきます。あの靴でもこれ新品の靴が入ってただけなので汚くないので大丈夫ですよ。これだとちょうど収まるんですよ。ちょっとちょうど見えるかな、ちょうどこうやってね明日のジョーがペーペーペーと入るようになってるので、こんな感じで送りたいと思います。桜井優希さんにプレゼントする明日のジョーなんですが、一巻がなくて一巻だけこのなんか分厚いやつになってます。これが一巻です。で二巻以降なんですけど、これかなり古いやつで、ちょっとね見たらね、このここの部分を見たら昭和54年12月25発行みたいなこと書いてあって、定価350円、めちゃくちゃ古い漫画なんですよ。これだからちょっとあまり見せられないんですけど、中もう黄ばんじゃってるんですよね、紙が。かなりそのボロいんですけど、後々ちょっと希少になるんじゃないかなっていう。今売ってるのはこれ発刊だけ復刻版なんですけど、こうやってね完全復刻版っていうのがあの今現行であるやつなんですけど、昭和54年だかなんかの漫画なのでね、かなりこれは後々なんかレアになるかもしれないです。で最終巻もちょっと違うやつなんでね、ちょっと申し訳ないです、あのバラバラで。こうやって見てもらえば分かるんですけど、あの隙間がありまして、ね、この隙間にちょっと軽く段ボールかなんかゴミのような、ゴミじゃないですよ、ゴミじゃないんですけど段ボールとかをですねちょっと入れさせていただくので、そこだけはねちょっとご了承ください。よし、こんな感じかな。ではですね、桜井優希さんもあのこちらの方にサインをこのように掲げさせていただきましたので、これを入れてお送りしたいと思います。ということで梱包終わりました。こちらを桜井優希さんにお届けいたします。この度は本当にありがとうございました。